死んだ女の子は、トルコの詩人ナーズムヒクメットが1956年に発表した詩である。広島市への原子爆弾投下により死亡した7歳の少女を題材とした本作は、各国で訳され、1970年代には世界中で歌われるようになった。日本では、中本信之など、複数の翻訳者によるバージョンが存在している。現代の KZ 総工具は、 トルコ語で単に少女を指す言葉である。本校ではいくつかのバージョン、及びそのカバーについても解説する。高石智也は1967年に発売された思い出の赤いやっけ高石智也フォークアルバムの中で、富山雄三が作曲したバージョンをカバーしている。はじめちとせも同じ作曲者によるバージョンをカバーしており、坂本隆一プロデュースのもと、本楽曲は2006年に、 期間限定でデジタル配信され、収益金はユニセフへ送られた。2006年にリリースされたアルバム、花大路」の初回限定版にボーナストラックとして収録されている。また、映画、キャタピラーの主題歌にもなった。2007年8月5日には、NHK の特別番組、夏歌2007の一環として、広島市の原爆ドーム前で歌った。 後に本楽曲は単独で iTunes 上に配信され2015年に発売されたコンセプトカバーアルバム平和元年にも収録されている別の作曲者翻訳者によるバージョンは iCam&Stand at Every Door として知られておりバーズが1966年に発表した霧の五次元にて死んだ少女という放題でディスモータルコイルが1991年に 発表した、ブラッドにて、ピート・シーガーが1999年に、ヘッドラインズフットノッツ、コレクション・オブ・トピカル・ソングズで、それぞれカバーした。1976年に発表された、山岸良子作の短編漫画、夏のグ話は、戦後の広島平和記念日直前の広島を舞台に、原爆で死んだ少女の霊と青年の交流を描いた、幻想端で、 ラストシーンにこの詩の日本語訳を全文引用している。ありがとうございます。